ていきます。右から松田陸クロス、中庭志音のシュート決まった。金沢先制。前半の8分、金沢のファーストシュート、庭志音がネットを揺らします。1対0。素晴らしいゴールですね。真ん中で起点作って、一貫集めて、ここを一旦サイドに振って、このクロスに対して庭選手ワンタッチで蹴り込みましたからね。まあ、隠れた位置、早川選手の後ろの背中のポジションを取って、見えないところから出てきて、ここでワンタッチですね。合わせた三輪選手も素晴らしいですし、まあ、あそこのポジションを取った三輪選手の動きも非常に素晴らしかったですね。水戸上げてくる、うん、これはゴールキーパー、ここなんとか弾いたな。これは長い笛、そして PK を指している。力安のところですね。一回リフレクトあったのに対して、はい、逆サイドの高見選手がしっかり詰めに来ているというところで、まあ、これもね非常に惜しいプレーでしたけど、ここの後ですね、この後後ろから、うん、準備してた高見選手の裏から入ってきた、まあ、この力安選手がねここで、まあ、ホールドしたというか押してしまったというかねというところの判定ですね。 PK の判定、谷口、あそしてこの間に大谷と杉浦恭平、そして高安が大石に代わって投入されます。金沢2枚替えです。PK 準備の間に金沢は2枚替え、杉浦恭平と高安孝之が投入されます。谷口選手ね、ここまで今シーズン PK のね得点がないですからね。これが後藤選手のデータにこのデータが入ってるかどうかですね。谷口海斗、ここまで11得点。いいガラと後藤止めるまで、いやー後藤ビッグセーブ。がっくり肩を落とした谷口海斗、後藤のビッグセーブ飛び出しました。しっかり見てね、読み切りましたね後藤選手ね。最後まできちっとこうボールを見て、相手選手を見て読み勝ちですね後藤選手の。新潟は大きな大きな同点のチャンス。そうですね、こういう形で今入れ替われるとちょっときついですね、はい、大谷シュート、いきなり先制は金沢。開始4分、裏に抜けた大谷、キーパーとの1対1を制して、まずは貴重な先制ゴールを得ました。うまく裏を取りましたね。そうですね、パスを出すところもこれ素晴らしい、これ一瞬の動きですけど、うまく出ましたよね、はい、ただ片方のセンターバックが残ってたっていうことは一つ大きなことですよね。大石からのパスでしたね。そうですね、あそこにプレッシャーがかかってなくて、その後形にフリーで抜けましたよね。ただ、まあ、大谷選手もこれも最初からもうこの角度ないところから狙ってますよね、はい、やはりシュートを打った真崎みたいなところに引っ掛けるという感じでしたもんね。守備で引っ掛けた金沢、大谷が抜けるセンターバックの間、抜けて左足のシュート、早くも2点目、大谷隼人今日2ゴール、0対2、開始12分で2点差になりました。またここもいい守備からの裏抜けでした。そうですね、これ本当に簡単にこうダイレクト出して、それ三輪選手がもうスライディングと言いました。その最後の一発の間でしたね、はい、ただまあ大谷選手これ本当に綺麗に出てますよね。インサイドで正確に出てスピードという全てを追って、最後大谷選手落ち着いて左足で決めましたよね、はい、大谷の2ゴールで2点差に変わっています。平松が蹴ってきます、うん、頭で合わせた、1点返した金沢、庄司のヘディング、
庄司は今シーズンコーナーキックからこれが3点目です。ここから反撃となるかホームの金沢。平松選手のインスイングのボールで、まあ、ゾーンのディフェンスでそこの開けたスポットのところですよね。そこにうまく走り込んでうまく合わせた点、まあ、点で合わせてますけれども、はい、相手がゾーンディフェンスっていうところでこういう空いたスペースに、ね、しっかり入り込んでそこにボールを送り込んでくることができれば得点が生まれます。ファーボール当てます。入った大谷のスピード、マイナスのボール見ましょう。ポスト押し込む、同点。追いつきました、杉浦のゴール。金沢と丹波追いつきました。これうまくこれすぐパスを大谷選手に抜けましたよね。もうずっと試合の中でやってましたよね。ただまああのこれ相手に当たったボールを日本選手コントロールからシュートまでが早かったですよね、はい、でそれをまた拾った杉浦選手もコントロールからシュートまで思いっきりいきましたよね、うん、もう気持ち込めて蹴りましたね。柔らかいボールを入れてここは競り合い、佐久田のところですが、ここは押し込みました。丹羽ゴールとなりましたか。そうですね、決まりましたね。混戦の中金沢追いつきました。少し対処が中途半端になってしまったところ丹羽が押し込みました。秋田としては非常にもったいなかったですし、はい、まあ、金沢としてはその折り返しでしたけども、まあ、しっかりファーサイドに強い選手残ってましたね、まあ、桜選手が競り合って、まあ、ここ逆サイドに持っていったボールも良かったですし、まあ、やはりフォワードとしてそこに嗅覚を持ってた丹羽選手の、センスもありましたし、まあ、ここ競り合いの中からやはりサイドに振られた時のボールウォッチャーになりがちなところが、ね、はい、ありますので、まあ、いいゴールでしたね、はい、まあ、ここで折り返せたことがこのゴールにつながったというふうなところです。1対1、丹羽が今季8得点目を決めて飲水タイムに入っています。